バナナのビニールハウスの南側に植えてある落花生ですね。ここは今年の1月から2月にかけてアンデスレッドジャガイモを植えて、その後畝間の低いところに主に黒落花生、そして株の欠けたところにがっつり落花生を植えたんですね。今年は落花生の葉っぱがなかなか枯れないで、まだ緑ですね。多少黄ばんできてはいますが、まだ緑っぽいですね。まあでもけじめとして年内には全部掘り上げようと思っていますね。まあ、その後また来年の1月末にジャガイモを植えるつもりなら植えられないことはないんですがね。まあジャガイモを植える畝は他に確保してあるので、ここはその次の作物を植えるためにですね、開けておいてもいいかなと思ってるんですけれどもね。まあ、じゃがいも、和歌山県の中部地方では、海岸沿いでは、じゃがいもは1月中に植えてしまうもんですから、1月中下旬には植えてしまうもんですからね。そしてそれを収穫して落花生をまくというのは、まあ、都合のいい栽培方式なんですね。で、まあ、収穫が12月までずれ込むと、まあ、その年はそれで終わりですから、翌年というと、まあ、さっき言いました1月下旬のじゃがいも植えとか、まあ、3月以降の要塞や人参の葉種などがありますね。まあ、4月5月になればあれこれこれだけの面積でしたらすぐ埋まってしまうような葉種や苗の定植などありますけれどもね。